パリテクニカムポリテクニックを教える組織であるのに対し、ポリテクニックでは実学を中心に教育課程が編成されている。英語のパリテクニックの名称は、フランスパリ2794年に設立されたエコールポリテクニックに由来する。日本においては、ポリテクニックと称する教育機関はなく、独立行政法人高齢、障害、求職者雇用支援機構が運営する職業、 訓練施設の愛称にポリテクが用いられている。職業大学及び工業大学も参照公共職業能力開発施設各校の通称は職業能力開発促進センター、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校である。これらは学校教育法に基づく学校教育とは異なり、職業能力開発促進法に基づく 職業訓練のための施設であるため、これらの施設を修了。卒業しても専門士、準学士、短期大学士や高度専門士、学士などの学位、学術称号を取得することはできないが、技能調査試験に合格すれば、技能志法の称号が与えられる。また、職業能力開発総合大学校の英称は、パリテクニックユニバーシティである。 職業能力開発総合大学校総合課程を卒業すると独立行政法人大学評価、学位授与機構より学士が授与される。フランス、カナダ、ベルギー、スイス、ドイツ、五県、アメリカのポリテクニックは、ステム教育、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティクスに特化した研究集約型の高等教育機関で以下のような名称によって分類される。博士号まで取得できる。 ポリテクニックもある。工業大学アメリカ合衆国及び e n インスティチュート・オブ・テクノロジーも参照イギリスにはかつて、ポリテクニックがあったが、ウェストミンスター大学など大学に再編された。フィンランドのポリテクニックは、多くは3から4年間教育であり、第3期の教育の学生の後、永遠系では、ポリテク学士号、ポリテク修士号を付与される。大学とポリテクで優越があるわけではなく、 学術研究は大学、実学分野はポリテクニックとなっている。一般的に大学は研究者や高度専門職を養成するのに対して a 遠 k は実学を教える傾向が強く、主に職業高校の卒業生が入学する高等教育機関である32校はデュアルシステムに取り組んでいる1999年のデータでは 前年度に大学を卒業した者の半数以上は中央政府、地方政府に就職したが、一方で永遠系卒業生の75%は民間企業にて職を得ており、また永遠系卒業生は起業する率が2倍以上高かった。オーストラリアのタフ制度はポリテクニックの制度に近い制度である。ニュージーランドのポリテクニックは専修学校を中心とした形態を持ち、 実務に即した職業資格の取得を目的とする高等教育機関として運営されている。2000年以降は高等教育機関整理縮小の影響を受け、大学との明確な境目を設けず学士号から博士号まで取得できる。専攻領域により大学院修士課程、博士課程へ進学する学生も多い。韓国では専門大学という2年生の大学が 専門教育に当たっているが、韓国ポリテク大学が設立された。シンガポールのポリテクニックは、高等技術専門学校ないし、高等専門学校と訳される3年生の学校で、ディプロマを取得できる。シンガポールは伏線型の教育制度をとっていて、統一試験によって振り分けられていく制度である。そのため、小学校6年で中学校が4年から5年となっており中学卒業時には、 試験によって、ジュニアカレッジ・ポリテクニック・技術インスティチュートに分けられる。ジュニアカレッジは、旧制高等学校のような大学進学に備える学校であり、ポリテクニックは職業に直結するような高度な専門知識を学び、日本で言えば高等専門学校のようなものである。進学に関しては、成績が良ければ、国内の大学へ編入できることもあるが、 海外大学のシンガポール文庫もしくは、オーストラリアなど英語圏の大学へ進学することが多い。逆に、職業訓練校の成績優秀者がポリテクニックへ編入することもあるが、その場合は大学へ編入することは稀である。ありがとうございます。